ライサス・メタニナは、ソビエト連邦コミ共和国、マドシャ出身の元クロスカントリースキー選手。1970年代後半から1990年代初めに、かけて、ソ連代表、ロシア代表として活躍した。1974年のオルディックスキー世界選手権 5km で、銅メダルを獲得。1976年のインスブルックオリンピックでは 5km 銀メダル。 1 0トルとリレーでは金メダルを獲得した。以後1992年まで第一戦で活躍し5度のオリンピックで10個のメダルを獲得。これは東京オリンピックの女性選手では史上最多である。またノルディックスキー世界選手権は8度出場して金、銀、銅角4個ずつ、計12個のメダルを獲得した。 40歳の誕生日を12日後に控えた1992年、アルベールビルオリンピックのリレーで金メダルを獲得し、女子距離競技史上最年長のメダリストとなった。このシーズン限りで現役を退いている。ホルメンコーレンスキー大会では1975年に 10km と 5km、1979年に 5km で優勝、1979年には、 ホルメン恒ンメダルを受賞している。クロスカントリースキーワールドカップでは1978から1979シーズンのテスト大会総合2位、1980から1981シーズンのテスト大会総合優勝、1983から1984シーズンに自己最高の総合2位となり、通算3勝また、 ソビエト連邦選手権で計21個のタイトルを獲得した。ありがとうございます。